はい、こんにちは、かけむろです。今日はあんまりネタもないので、ブラッと港通りをドライブの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。前に向かって見えるのは夫婦、たこ焼き夫婦ですね。この間紹介したあの美味しいたこ焼き屋さんのお店なんですけれども、その右手、喫茶店挟んで右手に赤いテントが見えるのが、あの大阪港区で昔から有名なあの大衆食堂赤丸っていうところです。あの本当は24時間昔から空いてたんですけれども、最近はなんかこう夜早めにやあの閉まってたりとか、今日は定休日なのか閉まっちゃってますね。昔はもうずっと24時間空いてたんですよ。で、A 定食っていうのがおすすめで、でなかなかボリューミーで美味しかったんですけれども、でそこの赤丸のあのおばちゃんがいつもあの中華そばとかお味噌汁頼んだら、あの指入れて持ってきてくれるんですね。あのお椀に指入れてあの運んできてくれるんですよ。ほんで僕 の, あのちょっと悪い先輩がいつも赤丸行ってあの中華そば頼む時に、おばちゃん僕中華そば指入りでって言って頼むんですよね。ほんならみんな仲間が大爆笑でいう感じで、で持ってきてくれる時は必ず指入りで持ってきてる来てくれるっていう面白いお店です。それで今港区役所を左手に見ながら小川病院っていうのがあるんですけれども、ここはもう閉めちゃって開いてないんですが、あのここはヤブで有名で、あの盲腸で、ね、あの運ばれたら死んじゃったとかっていう噂があります。で今右手に見えてるのはパチンコ屋さんで、昔はあの屋さんばっかりたむろしとったあの有名なパチンコ屋さんです。でこの辺もまあそうですね、だいぶ様変わりしちゃって今マンションがいっぱい建ってるんですけれども、ここはあの僕のお店の近くで、マクドナルドが右手に見えるんですが、あのこのマクドナルドの隣を挟んであのパチンコ屋があったんですね。今左手で工事しているところも元パチンコ屋さんです。それではうちの お店を過ぎ通過いたしまして、今はそうですね、あの海遊館の方に向かって行ってるんですよ。その第7岸壁とかあるところらへんですね。でこの辺からあの港区で有名な病院通りになりまして、ずっと病院が左右にあるんですよ。内科、皮膚科、整形外科、歯医者、名医者、泌尿器科もありますし、あの動物病院もあったりとかで、僕がこの間ほくろを取って手術した皮膚科がこの左手です。トラックのちょっと先に隠れてるんですけれども、ここの大阪院っていうところで皮膚の手術した次第です。どこやろ、大阪院もう過ぎちゃったのかな。それでまあ大阪院を通り過ぎまして、そうですね、もうすぐ地下鉄の朝潮橋駅、あこの右手ですね、ちょうどあの右手に朝潮橋駅っていうのがあって、ここに昔あの国際見本市っていう会場があったんですけれども、それは南港の方に移転しちゃいまして、インテックス大阪の方に移転しちゃいまして、ほんで大阪中央体育館でしたっけ、あのバレーボールの試合とかよテレビ中継でやっているところ、あとボクシングの試合も時々よくやっている会場があるところです。大阪の中央線の朝潮橋駅っていうところですね、がございまして、この辺はあのそうですね、昔はあまり何もなかったんですけれども、強いて言うと物心ついた時からあのファミリーマートとかですよね。いやファミリーマートちゃうわ、ロイヤルホストとか、何やったかな、スカイラークじゃなくて、なんかもう一個、ちょっとレアなファミリーレストランがあって、
今朝潮橋を過ぎまして、この左側にロゼリアっていう喫茶店が、スクールエリアです。ロゼリアやったかな、ロゼリアやったかな。心がけましょう。ここ左側にアゼリアっていう僕らが昔たもろしてた喫茶店があって、あの先輩が好きやったあの綺麗なウエトレスさんがおったんですよ。でそこ、そうですね、毎週土曜日晩行ってたもろしてた。高速道路交通警察隊エリアです。でもうちょっと行くと天保山のあの阪神高速湾岸線の乗り口です。それで今左手にパチンコ屋があるんですけれども、その、信号2個過ぎたところに、天保山の湾岸線、乗り口があって、あ、今日渋滞しとんですね。なんかめっちゃくちゃデジタル無線を受信しましたよ。乗り口があって、それを過ぎると、そうですね、あと歩いたら海遊館ぐらいですかね。じゃあブラッと、あっちの方行ってみましょうか。第7岸壁、ここまっすぐ行くと大阪港駅で、で大阪港駅の信号を右折すると海遊館の方に出ることができるんですけれども、この先ちょっとごちゃごちゃしてる、一般道検問取り締まりにご注意ください。第7岸壁の方に行っちゃいます。この辺はもう何もないですね。まっすぐ行くとあのミュージアム、何だっけ、クラシックカーミュージアムですかね、展示販売やっている、どこやったかな、広島か岡山の大きなあの中古車屋さんが所有するそのミュージアムがあります。でそのミュージアムに隣接してなんか美味しいステーキ屋さん、有名らしいんですけれども、そのスーツでしか入られへん、あの有名なステーキハウスがあるらしいんですよ。スーツ持ってないんで僕は行けないですよね。赤い橋が見えるのが、まあ、第7岸壁付近なんですけれども、これ右側ミュージアムです。レンガ、赤レンガの作りの建物がミュージアムです。それで、まあ、この辺は倉庫街なんですけれども、バスを行くと大正区の方に出れる、大きな無料の橋、波早大橋っていうところに出られます。前に走っているの何気にあの消防車ですよね。消防車って言わないですかね、消防の車。それで昔あのここ右行ったら、今はトラックとかしか入られへんようになってるんですけれども、一般車も入れて、あの今のシーズンでしたら太刀釣りとか、あのみんなやってました。今はなんか法規制でも岸壁の方には出られないようになってます。でこの辺で岸壁に出れる言ったら、あの第7岸壁ぐらいになっちゃってますね。昔はあの大阪港公園っていうところがあったんですけれども、そこも岸壁になってて車とかいっぱい出入りされてたりとか、あとなんか車で侵入する車とかおったりとか、面白い場所があったんですけれども、そこもなくなっちゃった、立ち入り禁止じゃなくてなくしてしまったみたいな感じですかね。この付近交番があります。このトラック恐ろしい、突っ込んで今日で、ここを右に行くとあの第7岸壁ですね。第7岸壁トラックいっぱい仕事してはるからね、しょうがないんですけど、暑っ。朝寒かったんですけど今暑いですね。
事してない。ラッキー。昨日ハロウィンやったからゴミだらけになっちゃいます？もしかしたら。第7岸壁到着です。すいません、あのマンネリな動画で、ちょっと気分転換にもう天気もええことやし、ドライブちょっと出かけてみたんで、おサンタマリア、サンタマリア通ります。大阪港遊覧船ですね。結構人乗ってますよね。気持ちいいでしょうね。すみません、マンネリな動画で、また明日は食レポをちょっと頑張ってみたいと思います。それでは簡単なんですが、よろしく、指定させていただきたいと思います。